合格おめでとう。どうぞ。おお。なぜ気づかなかったのか。6年間育ててきた息子は他人の子供でした。取り違えって、本当に啓太は私たちの子じゃないんでしょうか。息子を取り違えられた2つの家族。でも何が何なんか。流星です。啓太です。お子さんの将来を考えたら交換という選択肢は良いと思います。突然そんなこと言われても。いいか、これからどんどんその子はお前に似てくるぞ。啓太は佐伯さんの家族に似てきます。それでも今まで通り愛せますか。愛せますよ、もちろん。二人ともこっちに譲ってくれませんか。失礼よ、ちょっと何よ。お金ならまとまった額用意できますから。金で買えるもんとな、買えへんもんが。あなたは最初から決めてたのよ、啓太との6年より血を選ぶって。血のつながりか、愛した時間か、魂を揺さぶる感動作。6年間はパパだったんだよ。出来損ないだけどパパだったんだよ。そして父になる。